ギザの大スフィンクススフィンクスは、エジプト神話やギリシア神話、メソポタミア神話などに登場する、ライオンの体と人間の顔を持った、神聖な存在あるいは怪物。古典ギリシア語では、スフィンクスといい、スフィンクスとはこの英語読みである。古代エジプトにおける、本来の名は不明だが、ギリシア語名は古代エジプト語シェイセプアンクに由来するのではないかとする説がある。 ただしこの語は神あるいは王の像に対してのみ使われており、合成獣に使われた証拠はない。スピンクスは女性名詞であり、中国語では、シミヒトメン像、または、しみ女メン像と訳される。夏目漱石は、不ビ人層の中で、しみ女という漢字に、スフーヒンクスという熟字群を当てた。長い花風は、アメリカ物語の中では、海像に、フランス物語の中では、 会心にじくじくを当てている一方、ヘロドトスは、エジプトの合成獣を描写する際にこの名詞を、アンドラスフィンジースと男性化したが、これが、男性、スピンクスの唯一の例である。また、村井智義、社会主義 P14 には、スインクスという表現があり、明治、大正期には、様々な表現が参見される。本来は、 エジプト神話の生物であるが、非常に古くからギリシア神話にも取り入れられていた。エジプトのスフィンクスは王家のシンボルでギザのピラミッドにある、いわゆるギザの大スフィンクスは王の偉大さを表す神聖な存在である。対してメソポタミアやギリシャのスフィンクスは怪物として扱われていた。お羊の頭のスフィンクスエジプトにおけるスフィンクスは、 ネメスと呼ばれる頭巾をつけたファラオの顔とライオンの体を持つ神聖な存在である。王者の象徴であるアゴヒゲをつけ、敵を打破する力、あるいは王、または神を守護するシンボルとされている。皇王国時代にはすでに存在し、神格化したファラオと百獣の王であるライオンを重ね合わせたものと考えられている。スフィンクスの種類には複数あり、男性も女性もいる。 動物や鳥の頭部を持つ者も,も見受けられる。最も有名で大きなスフィンクス像は、広王国時代のギザの大スフィンクスである。中王国以降は、最高神アモンの聖獣であるお羊の頭部を持つスフィンクスが、神殿の守護者として、神殿前面に置かれた。メソポタミア神話におけるスフィンクスは、エジプトとは異なり、ライオンの身体、人間の女性の顔、 わしの翼を持つ怪物とされた。また、死を見守る存在とする考え方も、メソポタミアにて生まれたとされる。ギリシア神話のスピンクスギリシア神話におけるスピンクスは、ライオンの体、美しい人間の女性の顔と乳房のある胸、わしの翼を持つ怪物、テューポーのあるいはオルトロスとキマイラあるいは、エキドナとの娘。一説によれば、テーバイオーラースの娘であり、これによれば、 オイディプースとは、兄弟となる。また、ウカレゴンの娘とする説もある。当初は子供をさらう怪物であり、また、戦いにおいての死を見守る存在であった。高い知性を持っており、謎解きやゲームを好む。オイディプスの神話によれば、スピンクスはヘーラーによって、ピキオンさんに座し、定売の住人を苦しめていた。旅人を捉えて、朝は四本足、昼は二本足。 夜は三本、足。これは何かという謎を出し、溶けないものを殺して食べていた。この謎はムーサに教わったとされている。しかし、オイディプスに、それは人間だ。人間は、赤ん坊の時には、四足で這い回り、成長すると二足で歩き、老年になると杖をつくから三足になると答えられると、面目を失ったスピンクスは、岩の台座から飛び降り、谷底へ身を投げて死んだという。 または、オイリプスに退治されたとも言われる。オイリプスとスフィンクスロッカサルバテスタ上記、フォンダケ、リファンティーナ、シチリア、佐藤清次太編著、漢字百科大辞典 P1241、明治書院、1996年。ありがとうございます。